皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もね、ご常連の皆様方からのね、最新ボードをご紹介していきたいと思いますけれどもね、熊本のフルキーさんからのね、最新ボード、4月時点のね、最新ボードということでですね、なんかワウが変わったんですかね、フルキーさんといえばですね、タク松本師匠のね、シグネチャーワウからですね、宇方慎一さんのワウに変わり、そしてクライベイビージュニアすごい良かったよということでですね、2021年、最初の、組み替えたボードね、投稿いただきましたけれどもね、早速ですね、今回もクライベイビー系からですね、ジムダンロップから変わってしまってですね、これはおそらくエキゾチック製のね、ワウに変わっちゃいましたですねということでですね、最新の、ボード投稿いただきましてありがとうございます。でこのワウつながりで言うとですね、池ちゃんさん、ご常連のね、池ちゃんさん、ワウを入れようかと考え中ということですのでね、このフルキーさん、が使っていたですね、クライベイビージュニアすごい良かったみたいですのでね、サイズ的にもね、ここにちょうど入るんじゃないかなと思いますのでね、でしかも池ちゃんさんといえばね、MXR ジムダンロップ好きですのでね、クライベイビージュニア、絶賛おすすめしたいなというふうに思います。ということでね、皆様方最新のね、エフェクター、導入されたらですね、組み替えなどしたらね、ペボにどんどん投稿いただけたらありがたいと思います。フルキーさん、池ちゃんさん、いつも投稿ありがとうございます。ありがとうございました。